はい、どうも、タクチャンネル原田佑です。自分は東京蒲田でゲームのお店やってる人間ですよ。でこうやってね、自分でカードゲーム作ったりもしてます。今回ですね、カードショップに関係する話で、まあ大会とかやってるじゃないですか、カードショップでね、公認大会とかね、そのあたりについて話そうと思うんですけど、で実はですね、うちのお店カードショップタクちゃん、蒲田のカードショップタクちゃんはですね、最近大会とかやってないんですよ。うん、でまあいろいろ理由があってね、まず俺人を雇うのやめたの。うん、そう、俺一人でやってるんですよ最近。うん、まあいろいろ理由があってね、それは、まあ、まあ普通に考えて、その人を雇ってもその人が利益に乗せてくるまでにすごい時間がかかるなと。もう半端な教育じゃねえ、もう利益乗せるマンにならないんですよ。ただの人件費というマイナス要素にしかならないっていうね。まあね、これに関してはね、俺の腕が足らないと言ってもしょうがないんですけど、俺はその人を雇ったその人をプラスに持ってけなかった。うん、で人を雇ってないと。そうで、大会やるとなるとやっぱ人手がいるんですよね。でそういう中でさ、なんかまあ例えばね、公認大会とかあるんだけど、それって参加費をさ無料にするのがおすすめですってことがさ、結構真面目に言われててさ、うん、で参加費取るにしても、まあ1人から300円程度しか取らないんですよ、大体ほとんどの場合。それで16名参加の大会をやるとするじゃないですか。で 16×300 円、まあ4800円かな。で16名開催だったら、まあ合計4試合はやるよね。まあタイトに回しても2時間はかかると、大会にね。うん、そうだから2時間かけてね、人一人を使って4800円、まあ売り上げとして4800円と。でその4800円っていうのは商品とかにして還元するから、それが新品のパックだったりとかすると、なんつうの、利益率2割なんで、4800の2割っていくらだ、まあ1000円ぐらいですよ。つまり人一人使って2時間の大会を開催して利益1000円なんですよね。うん、まあね、まあ利益として考えたらそんなもんなんですよ。つまり時給1000円の人雇ったら、さらにそこから2時間だからマイナス2000円されるんで、16名で参加費300円の大会を人一人時給1000円の人間使ってやると、まあ1000円の赤字になるっていうね、数字の上ではね、まあそういうことなんですよ。うん、だからまあ俺はそういうね、ちょっと数字の部分でね、やらないということを決定してしまったんですけど、まあその他いろいろあるよ。うちじゃなくてもやってる店があると。他の人がやってることは俺やらないっていう、そういうスタイルなんで、そう、まあそういういろいろあってやってないと。ただその大会とかやるのバカじゃねえっていう話がしたかったんじゃなくてですね、そのやっぱ大会とかって超大事なんですよ、この市場全体から見て。その大会が存在するっていうことが、そのね、トレーディングカードを買う理由になるじゃないですか。大会があるから強くなりたいと、でたくさん買うっていうね。そうだから、大会が存在すること自体は市場全体から見るとすごい重要なことなのに、いざそれをさ、公認ってやつね、公認大会っつってさ、店がやるとなるとですね、その店にその、まあなんつうの、数字の上で、まあ先ほど言ったような数字の話になっちゃうと、全くメリットが、数字上のメリットはないと、そういう事態になってるわけです。うん、でさらにね、集客効果があるじゃないかっていうね、そういうことが言われてるんですよ。うん、その例えばポケモンだったり、まあブシロードのヴァンガードだったりとかさ、遊戯王だったりとか、そういう公式のサイトだったり、まあそ
そのメーカーが絡んでる雑誌とかねに大会スケジュールっつってね、店とその店の住所が出てるし、そういうところでね集客効果があるということが言われてるんですよ、うん、確かにと、それもあると思うんです、そういうメリットがあると。ただね、俺もそこのメリットはね、そこまでやはり感じてないんですよね、うん、そう。だからこれはね結構リアルな、本当メーカーの関係者の方ね、もしかしたら見てるかもしれないけど、本当リアルに考えれば考えるほどね、まあ先ほど言ったように数字上のメリットもなくて、で集客効果としてのメリットもまあ俺はそこまで感じてないと、うん、っていうのはなぜかというと、まあまず実店舗っていうのがやっぱ結局のところその地域にしかリーチできないものなんですよ、結局ね、うん、でまあちょっとね、ちょっと遠く遠征組っていうのがいるんですけど、いるのはいるんですけど、そういうところでね集客効果まあ全くゼロではないんだけど、その大会にその遠征してまで来る客層っていうのはですね、もう分かります、大会に出る人っていうのは基本的にデッキが完成されてる人なんですよ。だから遠征してきたところでですよ、そいつが金を落とすかっつうと落とさないんですよね。もうデッキできてるし、大会を目的にしてきてるしっていうところで、そう。だからそこでその、まあ確かに新しいお客さん来ました。でも、そのお客さんっていうのはやっぱ地元のお客さんではないから、結局のところね、その遠くからの集客ができたとしても、そこがまた数字につながらないっていうね、うん、そういうのを感じちゃうんですね、うん、あとはなんだ、まあメーカーにもよるんだけど、余った景品返してくださいっていうね、まあその景品にそれなりの価値があってさ、プロモーションカードとかにさ、それを売ったりとか、まあ店でなんていうのとおまけとして運用するとかさ、そういうことが許されないわけ。余ったプロモカードは返してくださいっていうことを真顔でさらに言ってくるわけ。まあメーカーによって違うね。ポケモンなんかはね何も言わない。ただネットで転売とかそういう用途でお渡ししてるんではありませんみたいな注意書きとしてはあるけど、まあ返してくださいとは言ってこないね、うん、でバンダイとか物資とかは返してくださいって言ってくるね。そうそう。で結果的になんつうの、大会参加者の時にさ、嘘の参加者を書いてさ、プロももらうみたいなこともしてるやついるけどさ、まあ結局あんまり意味ないんだけどさ、俺はやってないからね、ちゃんと返してるけどね、うん、なんだろう、だからね、なんだろう、その大会開催とかね、公認店で公認大会を開催するっていうことが非常に市場全体として見たときには重要であるにもかかわらずですね、それをいざやるとね、店にとって数字上のメリットも集客上のメリットもなんかないと思っちゃうんだよね。この辺どうなんだ、俺は正直そう思ってるんですけど、そう。でまあ実店舗に関しては本当その地元の人しか来ないんですよ、うん。でそうなってくるとそのね、その公式サイトで露出して、まあそれをきっかけに店を知るっていうことはあるのかな。俺の場合こうやってこう YouTube やってるから そこの実感も薄いんだよね。だから公式に出たことによって客増えたって感じも別にそんなに感じないっていうのがあって、うん、うん、だからそうなってくると、まあね、市場全体としては価値があるからね、俺はやってる店は、俺うちはもうやってないです、現状やってないけど、やってる店はそれなりにうまい思いしてほしいなっていうのはあるんですよ。もううちはやんないけど、うちはやってないけど、そう、ここにやるなら、まあやってる店あるんですけど、やってるお店さんはちゃんとそのね、そのやることによって恩恵を得ているんでしょうかっていうね、圧倒的な価値をね提供してるのにね、それでなんか先ほど言ったように数字上では必ずマイナスになり、
集客効果もそんなに俺はね感じてないと、うん、どうなんだろう。あでも雑居ビルのなんか5階6階みたいなさ、そういうとこにお店あったやつじゃん、そういうところはやっぱなんかその集客効果というか店の存在を知らせる効果があるのかもしれないね。たださその店側がさ、俺だったりカーキンさんみたいだったりにさ、そのネット上で知らせるパワーを持ってたら、まあ俺、まあ、さほどないけど、さほどないにしてもやっぱ結構頻繁に見てきましたっていう人がね、俺に言ってくる人がいるぐらいなので、見てきたけど俺に言わない人もいるだろうから、それを考えると相当ねこの YouTube チャンネルでお客さん集まってる印象あるんですよ、うん、だからそういう中でそうお店がね、例えば自分の存在を知らせる術を得た瞬間にね、その公認をやる意味がなくなるんじゃないかって思うんですけど、その数字上そのメリットとしてね、もちろん市場全体としてはないと困るんですけどね、こういうお店がやってくれないと、もうその圧倒的なさ、その商品を買う理由というものがなくなるからね、うん、っていうね、まあちょっとそういう公認大会に関する所感をね話しました。俺の要望としてはですね、やっぱやってる店はもっといい思いしてほしいなと思うんですよ。俺はやりませんけども、うん、多分なかなかやらないと思うけどね、うん、はい、そんな話です。はい、以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。